ビリー・ワイルダー、ビリー・ワイルダー、ビリー・ワイルダー、1906年6月22日から2002年3月27日は、アメリカ合衆国の映画監督、脚本家、プロデューサー。50年以上映画に関わり、60本もの作品に、携わった。本名は、サミュエル・ワイルダー、ドイツ語読みで、ザムエル・ビルダー。鉄道駅構内のカフェレストランを経営する。 ユダヤ系のマックス・ウィルダーを父に、同じくユダヤ系のオイゲーニア・バルディンガーを母に、オーストリアイコール、ハンガリー帝国領ガリーツや、ベスキド地方、スハベスキツカ、ドイツ、ゴーズ派、現在ポーランドのマオポルスカ県で生まれた。二人兄弟の次男坊だった。アメリカビーキで、ニューヨークにもしばらく滞在していたことのある母親から、西部劇の主人公。 バッファロービルやワイルドビルヒコックから取ってビリーとあだ名を蹴られる。父親はビリーを法律家にさせたかったが、試験には受かったものの大学には進学せず、新聞記者として色々なスポーツや映画関係の記事を書く。1926年、ウィーンにコンサートツアーのために来ていたジャズミュージシャンのポール・ホワイトマンのインタビューがきっかけで仲良くなり、 今後もコンサート表を書いてほしいという彼のいで次のコンサート開催地であるドイツのベルリンに移り住んだワイルダーはベルリンの新聞社に入社後連載記事のためにダンスホールの時頃に噴してその経験を記事にして生活していたという21歳の時映画の脚本家として仕事を始めたが当初は家賃も払えず野宿したり友達の家に転がり込んだりなど 極貧生活だったという。1928年に父親がベルリンで超閉塞で亡くなる。ニューヨークで事業に成功したビリーの兄に会うためのアメリカ旅行からの帰路で息子のビリーを訪ねた折の出来事であった。1929年、悪魔の記者で初めて名前がクレジットされる。また、同年、当時はまだアマチュアだったロバートシオドマク監督の 日曜日の人々に参加。スタッフのほとんどが映画制作未経験者だったものの、観客にも批評家にも賞賛され、注目を集める。ちなみに、本作の撮影助手を務めていたのが、後にワイルダーと並ぶ、名監督となったフレ・ジンネマンだった。日曜日の人々の成功で、ワイルダーは、ドイツ最高の映画会社ウーファへ招かれ、少年探偵団、 1931年や、街のコスカンボロ、1932年といった脚本を執筆、いずれもヒット作となった。しかし、1933年、アドルフ・ヒトラー率いるナチスが台頭してきたため、ユダヤ系のワイルダーはフランスへ亡命。亡命のきっかけはナチスによる共産党の仕業に見せかけたドイツ国会議事堂。 引っ放し事件で、まだ議事堂が燃えている間にワイルダーは、急いで荷造りし、その当時交際していた女性と共に、ドイツを絶ったという。同じく、ドイツ移住組の俳優、ピーター・ローレや、作曲家のフランツ・アックス・マンダとパリ市内の、ホテル・アンソーニアで、共同生活をしながら、労働許可証がないので仕方なく偽名で脚本を、執筆していた。 悪い趣旨で監督デビュー。1934年には、コロンビア映画の制作者で、ドイツ時代の友人だった、ヨうえまいの招きで、まだワイルダーは、英語が喋れなかったものの、ワックスマンらと共に、アメリカ合衆国に渡った。ニューヨーク行きの船に乗船して渡米した、直後のワイルダーは、ロングアイランドに住んでいた兄の家を曲がりし、ビザが切れるまでの間、 コロンビア映画と6ヶ月の契約をする。その後は、ハリウッドの高級ホテル、シャトー・マーモントの一室で、ピーター・ローレと共同生活しながら、自作の脚本を映画会社に売り込むが泣かずとわずの状態だった。1935年に脚本を売って稼いだ資金で、一旦ウィーンに残してきた母親に会いに行き、自身と同じくナチスの受難を避けるために、アメリカに移住するよう説得したが、 当時再婚していた母は断り、結局これが母親との永遠の別れとなる。ビリーがアメリカ帰国後、母親と祖母、そして母親の再婚相手はアウシュビッツのユダヤ人強制収容所送りとなり、そこで死亡したと言われる。第二次世界大戦後、ドイツに来たビリーは赤十字を通じて母を探すも結局は見つからず、目撃者の話から、 おそらくアウッシュビッツで殺されたのであろうということか、わからなかった。後の調査で彼女らは別々の収容所に送られ、そこで殺されたことが判明した。長い下積み生活の後、1937年に、パラマウント映画に、シャンペン・ワールツの脚本を入れ込みに成功。そして、パラマウント社の脚本部部長のマニー・ウルフの引き合わせで、脚本家、チャールズ・ブケットと出会い。 その足で映画監督で後にワイルダーが自分の死と仰グエルンストルビッチのところへ二人で報告に向いその場で青ひげ八人目の妻の仕事をもらうブラケットと初めて共同執筆した脚本青ひげ八人目の妻がルビッチに採用されてからはその後ハリウッドでのワイルダーイコールブラケットのコンビは共同脚本で次々と二の地下、 エルン・ストルビッチ監督、ミッドナイト、ミッチェル・ライゼン監督、教授と美女、ハワード・ホークス監督など次々とパラマウント調の傑作コメディを世に送り出し、ハリウッド一の名脚本家コンビと歌われる。映画監督に転向したきっかけは、ホールドバック・ザ・ドーンで、以前からワイルダーとは、賢悪な仲だったミッチェル・ライゼン監督が、主役のシャルル・ボワイへの意見で勝手に脚本を、 変更しことであった。これに憤慨したワイルダーは自分の脚本は自分で守らなければと思い立ち、またその当時同じパラマウント社の脚本家だったプレストン・スタージェスが監督に転身して見事にこうしていることに影響を受け、ワイルダーは1942年、少佐と少女でハリウッドの映画監督としてデビュー。フランスで悪い趣旨で監督デビューしてから8年後のことだった。 記念すべき、ハリウッド監督デビュー作の、少佐と少女はデビュー作ながら、当時の大スターで、アカデミー主演女優賞を受賞したばかりの、ジンジャー・ロジャースを幸運にも起用でき、まずまずの成功作となる。これ以降、脚本は、ブラケットとの共同で、監督はワイルダーが、制作をブラケットが担当する形で、次々と作品を世に送り出す。続いて、B 級戦争アクション映画。 ネッサの秘密を監督。この作品の出演を機に、憧れの映画監督の一人だった、エリッヒ・ホンシュトローハイムと出会う。そして1944年、ワイルダーの最初の大ヒット作品で、フィルムノワールの古典的名作とされる、深夜の告白を監督する。本作は、美人の妻が夫を保険金をかけて、愛人と共謀して殺害する、サスペン映画の先駆けとなり、 工業的にヒットしただけではなく、ワイルダーもアカデミー監督賞と脚本賞にノミネートされる。ちなみに、本作の原作に関して、ブラケットは気に入らず、仕方なくワイルダー一人で映画化することになり、共同脚本には、ハードボイルドな作風で人気があった作家のレイモンド・チャンドラーが担当することになった。1945年、失われた週末はアルコール依存症の恐怖を描いた。 最初のドラマで当時としてはその斬新な内容から試写会は失敗し意気消沈したワイルダーは軍の要請からドイツで映画に関する規則や規定作りの仕事に携わるためハリウッドを離れる。現地では軍部についてナチスの強制収容所の様子を記録したドキュメンタリー映画の制作も手がける。帰国後失敗作と思っていた。 失われた週末がアカデミー作品賞をはじめ、ワイルダー自身もアカデミー監督賞とアカデミー脚本賞を受賞。ワイルダーとしては初の受賞作となる。受賞後は1948年に、ワイルダー唯一のミュージカル、皇帝演舞曲、1949年に敗戦後のドイツを舞台にした異国の出来事を監督した後、ハリウッド内幕映画の大傑作となる。 サンセット大理を監督、往年の名女優、グロリアス・ワンソンほか、実際のサイレント時代のスターや映画監督を起用したことで話題となり、工業的にも、批評的にも大成功し、再び作品賞や監督賞などにノミネートされるが、同じ年にニューヨークの演劇界の裏側を描いた、ジョセフ・エルマン・キーウィッツ監督のイブのすべてに敗れ、 アカデミー脚本賞のみの受賞となった。また、ハリウッドの暗部を描いた作品であるだけに、MGM 社長のルイス・ビー・メイヤーはじめ、スタジオ関係者の中にはワイルダーを疎ましく、思っていた人間にいた。サンセット・オー・ドーリは大成功するも、本作を最後に10人以上コンビを組んでいた、ブラケットと離れる。もともと二人は、脚本執筆のために激論を飛ばして、 時には特組合の喧嘩をしたこともあったというが、別れた直接の原因は、私生活に関する些細な言い,い争いがきっかけだったという。ワイルダーは後にこのコンビ別れの原因について、マッチの表面が擦り切れただけだというようなコメントをしている。ブラケットと別れたワイルダーが最初に手掛けた映画、地獄の英雄は、マスコミの腐敗した部分を描き出すが、その過激な内容から、 公開直後は不ィリで、長らく失敗作の楽印を押されていたが、しかし近年になって、再評価が高まり、現在に至っては、アメリカ本国では、ワイルダーの代表作の一つとなっている。自信作だった、地獄の英雄が失敗したワイルダーは一転して1953年に、捕虜収容所映画の傑作、第17捕虜収容所、1954年に、ローマの休日に続いて、 オードリー・ヘップバーンが出演したマンティックコメディウルワシのサブリナ1955年にマリリン・モンローの地下鉄の通風口のシーンで有名な7年目の浮気と次々と映画史に残る傑作を世に送り出す1953年と1954年に連続して監督賞にノミネートされるが受賞には至らなかった1957年には実際に ワイルダーの親友だったチャールズ・リンドバーグの自伝を映画化した翼よ。あれがパリの明かりだ。撮影は1955年スタジオ内で、覆面試写会も同年ハンフリー・ボガート、ゲイリー・クーパーが出席している、を監督する。ブラケットとコンビを解消して、以来、様々な脚本家と組むも、どれも長続きしなかったが1957年に、 昼下がりのジョージーで初めて組んだ、アイエールダイヤモンドの才能の素晴らしさに驚嘆した、ワルダーは、それ以降、ダイヤモンドとコンビを組んで、第二のワイルダー黄金時代を築くことになる。1958年には、アガサ・クリスティ原作の法廷映画、ジョーフを監督、その誰もが予想つかないトリッキーな展開から、本作は大ヒットし、クリスティも、 自分の原作で映画化された作品の中で本作が一番のお気に入りだったという。1959年に後、ワイルダー映画の顔となる、ジャック・レモンを初めて起用した、お熱いのが、お好き。1960年に、アパートの鍵貸しますと、コメディ映画史に残る作品を続けざまに監督し、特に、アパートの鍵貸しますでは、アカデミー作品賞、アカデミー監督賞、 アカデミー脚本賞を受賞した。一本の映画で一人の人物が三つのオスカーを受賞したのは、この時が唯一である。また、お熱いのが、お好きは2000年に、アメリカ映画協会の笑える映画ベスト100の第一位に選ばれる。この二作でワイルダーは、炎唱喜劇の神様として敬われ、続いて1961年に、東西に分断された、冷戦時代のドイツを舞台にした。 ハイテンションコメディ、ワン・ツー・スリー、1963年、アパートの鍵カシマスのキャストを再び起用した、あなただけこんばんはと決作を発表するが、いずれもアパートの鍵カシマスを超える成功作とはならなかった。また、1964年の、ねえ、キスしてよは、その不道徳な内容から、カトリック教会から猛烈な抗議を受け、映画も、 工業的に惨敗してしまう。1966年に人情コメディー恋人よかえれ。我が胸に1970年にシャーロック・ホームズの冒険。1972年のお熱い夜をあなたに。1974年にワイルダー唯一のリメイク映画であるフロントページと年齢が60代を超えても水準以上の作品を 次々と世に送り出したワイルダーだが、1981年のバディバディを最後に映画を作ることはなくなった。しかし、本人は映画監督を完全に引退するつもりはなく、ユナイテッドアーティストの映画企画の審査係を務めながら次なる新作の構想を練っていたが、1978年の奇襲の撮影中から体調が芳しくなかった。 ダイヤモンドが1988年に死去したことで完全に引退する。しかし、引退後もワイルダーは、1985年にアメリカ監督組合から D.W. グリフィス賞を、1986年にアメリカ映画協会から厚労賞を、1988年にアカデミー受賞式でアービング・ジー・タルバーグ賞と、その生涯における功績を称えられ、その他、 多くの名誉賞を受賞した。また1995年には、全米映画評論家協会から、自分の名前を冠した第1回、ビリー・ワイルダー賞を受賞する。90歳を超えてもマスコミの前に元気な姿を見せ、2000年には、ザ・エージェントの監督を務めた、キャメロン・クローとのインタビューを掲載した、ワイルダーならどうするが出版されたが、 名優ジャック・レモンが2001年に亡くなり、それから1年も経たないうちに、レモンの後を追うようにして2002年、カリフォルニア州、ロサンゼルスの自宅にて95歳で妻に見取られて、死去、死因は肺炎だった。アカデミー賞の常連であり、ノミネート回数は20回に及ぶ、アルフレッド・ヒッチコック、ジョン・フォードと、並びハリウッドを代表する名称の一人だった。現在でも、 キャメロン・クロウをはじめ、サム・メンデスや、ロン・ハワードといった若い世代の監督たちからも、絶大な支持があり、日本でも、立川男子、三谷幸喜、和田誠、杉浦直樹、小坂井和樹など多くのファンがいる。大のネクタイ嫌いで、知られていた。鋭く見抜く知性と、信念とこだわりを貫く強い気質から、俳優や、スタッフや、 制作会社上層部と口論になることも少なくなく、特にコンビを組んでいた、チャールズ・ブラケットをはじめ、ワイルダー作の脚本を勝手に変更していたミッチェル、来前、深夜の告白で、共同脚本を担当した作家のレイモンド・チャンドを、うるわしのサブリナに出演したハンフリー・ボガートとは、賢悪な仲だった。ただしボガートは、死の床で、ワイルダーに許しをこうて和解したという、 ハリウッドの大建物、ルイスビー・メイヤーは、サンセット大通りの試写会を見て激怒、ワイルダーとかいう若造目、飼い主に手を噛みつきよって、誰のおかげで食ってられると思っているんだと試写会のロビーで声を荒らげ、それを聞いたワイルダーはすかさずメイヤーに向かって、私が、ワイルダーだ。このクソったれが、と言い返したという。また、上フで、 共同客職に当たったハニー・カーニッツは、仕事中のビリー・ワイルダーは、ハイド氏とハイド氏という二重人格になるとコメントした。しかし、撮影中は、滅多なことではどうならず、俳優やスタッフの意見も尊重していたという。ジャック・レモンはワイルダーに関して、実の父のようだと尊敬の念を述べ、同じドイツ五県出身のマレーネ・ディートリヒは、私が最高の監督と認めるのは、 ワイルダーとジョセフ・フォン・スタンバーグだけ、とコメントしている。その一方で、美術コレクターでも知られ、目利きとしても有名で、ワイルダーの友人である、実業家、リチャード・コーエンは、ワイルダーの鑑賞岩は、苦労とすら一目置くほどだったと語っている。1989年に、コレクションが、オークションに出された時の合計金額は3260万ドルという、 高額だったという。日本ではワイルダーはコメディが得意な監督と思われがちだが、初期はシリアスなドラマやサスペンスの方が多かった。また、自らを職人監督と自負し、アメリカ映画協会のインタビューで、私は芸術映画は作らない。映画を撮るだけだと明言し、生涯、娯楽映画に徹した。ワイルダー作品の特徴して、変装を よく題材に取り上げていることが挙げられるが、インタビュー本、ワイルダーならどうするでは、その理由としてワイルダーは、フェレンツモルナール原作舞台劇、この絵兵からインスピレーションを受けたと語っている。また、回想形式の作品が多く、回想形式でなくとも、映画の導入部にナレーションを使うことが多かった。脚本家出身の映画監督だけあって、 全作品の脚本を担当した、ただしすべて共同脚本。単独脚本は、ドイツ時代にしか書いていないが、その作品数の3分の1がオリジナル脚本ではなく、舞台劇か小説の映画化作品だった。そのため、すべてオリジナル脚本だったプレストン・スタージェスが、早くから失速したのに比べ、ワイルダーはすでに構成やセリフが練られている作品を、手掛けた果て、 スタージェスのように才能が枯渇することなく、半世紀近くに及ぶ、息の長い監督人生を送ることになった。ヨーロッパ出身の人物だけに、作品も以前在住したことのあるパリ、ウルワしのサブリナ、翼よ。あれが、パリの明かりだ、昼下がりのジョージ、あなただけこんばんはやウェルリン、異国の出来事、ワンツースリーなどをはじめ、ロンドン、ジョーフ、シャーロック・ホームズの冒険、イタリア、 お暑い夜をあなたに、ギリシア、ューなどヨーロッパを舞台にた作品が多い。またキャスティングも非常に凝っており、往年の大女優の悲劇を描いたサンセット大通りは実際にサイレント映画の大スターだったグロリア・スワンソンをはじめ、スワンソン扮する大女優を育てた映画監督役として、実際、スワンソンの主演映画を手掛けたエリッヒ・ホンシュトロハイムや、 セシル・ビー・デ・ミルを起用、他にもバスター・キートンなど多くのサイレント映画スターを、仮名を出演させた。これ以外にも、禁酒法時代が、舞台の、お熱いのが、お好きでは、ギャング役に、当時のギャング映画スターだった、ジー・ジラフトを起用、ねえ。キスしてよでは、酒と女が好きな、ラスベガスの人気歌手役に、ディーン・マーティンを出演。役名のディノは、実際、マーティンの愛称させるなど、 俳優の地で行くようなキャスティングをするのを好んだ。7回とワイルダー映画最多出演を誇る、ジャック・レモンをはじめ、ウィリアム・ホールデン、4回、ウォルター・マッソー、3回、オードリー・ヘップバーン、マリリン・モンロー、シャーリー・マクレーン、マレーネ・ネディ・トリヒ、エディ・ヒホン・シュトロハイム、レイ・ミランド、フレッド・マク・マレー、以上2回など、同じ俳優を何度も作品に用した。上布に、 弁護士役で出演したチャールズ・ロートンに関しては、上司での演技に感銘したワイルダーが、あなただけこんばんはでバーテンダー役として、再び起用しようとしたが、撮影直前にロートンが死去したため、実現には至らなかった。最初の妻とは1936年に結婚し、二人の子供を設けるが、一人は生まれて間もなく死亡。 ワイルダーが戦後、軍の仕事でヨーロッパに行ったことがきっかけで次第に、夫婦関係の方もギクシャクし、ワイルダーもアメリカに帰国しても家には帰らず結局は離婚する。二番目の妻となる、オードリー・ヤングはもともと、トミード・オシー・ガクダンの専属歌手でたまたま、パラマウント映画に雇われて、失われた末に、主役のレイミランドがつまみ出される、バーの帽子預かり係として出演したところ、 その当時、離婚間近だったワイルダーが一目惚れし、1949年に結婚。以来、結婚生活はワイルダーが亡くなるまで半世紀も続く、ハリウッド一の押し取り夫婦として知られた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。